ダボ打ってしまったんですけども、その時ね、もうもうってね、あの、自弾で踏んでましたね。もう初めて見た。はい。ゴルフの楽しさを伝えるゴルフエヴァンジェリストのりょうです。ちょっと今日は不公平な感じがあったよね。はい。国内ツアーの第12戦、ブリジストンレディースオープンの初日の結果です。 後に、まあ、コメントも読まさせていただきますけども、今日は、午前スタートの選手が伸ばして、午後スタートの選手たちは、ちょっと風が出てきて、途中、ものすごい風が強くなったりして、アドレスに入ってから外したりする選手もいたりしてね。結局、まあ、雨で中断なんかもあって、18ホール回りきれずに、日没と。まあ、日没サスペンデッドとなって、18ホール回りきれない選手たちは、 残りホールがある選手は、まあ、早朝からね、スタートして、それが終わってから、2日目の18ホールを明日回らなきゃいけないという感じになって、で、さらにはね、今日、午前スタートの選手たちは風が出ないうちにホールアウトできたのに、かなり風が強くなってきた午後組の選手たち、まあ、明日は午前午後が入れ替わるんですけども、不公平がないようにね。だけど、 明日午後から風が吹くとは限らないでしょう。ちょっと不公平感があるなと。まあ、自然相手だからね、これはしょうがないんだけど、しょうがないとはいえね。まあ、あのー、そういうのは何年も戦ってればね、起こり得ることだから、まあ、しょうがないと言えばしょうがないんですけどね。はい。で、結果なんですけどもね。 河本ゆいかっかと岩井昭恵ちゃんが爆発しましたね。それと、また河本優香かと同じ黄金世代、高木優奈ちゃんが伸ばしてホラーとしましたよ。まあ、武田梨央ちゃんも伸ばして終わったんですけども、この中で、この20人の中,中でね、この表の中で唯一、周りを終えてない選手、安田優香ちゃんが、 あの風の中でよく5アンダーと伸ばしたなと。いや、これはすごいですよ。すごい。本当に。あの、あの風でよく伸ばしたな安田優香ちゃん自身も T ショットを打つときね、あの、ショットを打つ前に、あの、アドレスを一回外してね、まあ、ちょっと苦笑いしながらもう一回、こう、アドレスに入るなんていうシーンもあったぐらい風を強く吹いてきちゃったんですよ。 まあちょっとこの風の中、風が吹いてないんじゃないかなって。一人だけ。安田優香ちゃん打つときだけ風吹いてないんじゃないかなっていうぐらい、なんか異次元でしたよ。本当に。他の選手みんな落としてたからね。これはすごいと思います。まあセブンアンダー出して2人もすごいけど、ちょっとホールバイホール見てください。はい。 ま、川本ゆ香が1番からスタートして、15番でボギーを打つ前は、ま、8アンダーまで伸ばしたんですよ。8アンダーだと、あの、ま、岩井明恵ちゃんもそうなんですよ。あの、岩井明恵ちゃんの方は10番からスタートだったので、途中7連続バーディーが来て、ね、これツアー記録が8連続バーディーだから並ぶかというところで3番はバーディー取れずと。でもこれバーディーパッドちゃんと打ったんですよ。 バーディーチャンスにつけてたんですよ。それ外しての、あの、パーでした。だからそれ入れてれば、ツアー新記録になった瞬間が見れたわけなんですけどね。ちょっとね、あの、惜しかったですけどね。ツアー記録8連続バーディーっていうのは、今まで3人います。ツアー記録3人。諸見里忍さん。それと、それと成田美鈴ちゃんと、あと、我らがくちゃんですね。<laughs> 我らが <laughs>。去年ですよ、くちゃんが、 8連続バーディー取ったの。去年、あの猛暑の中です。36.7度の中でやった楽天スーパーレディースで達成した。あの8連続バーディーですよ。まあ、サクちゃんもね、まあ、北海道ですから暑いの嫌いなわけですよ。私と同じでね。だけど、命の危険を感じたと言いながらも、8連続バーディーと。<laughs> 自分でびっくりしてましたけどね、はい。気がついたら8連続バーディー取ってたっていう、あの時以来ですよね。はい、いや、すごい、 まあでも最後の9番でね、ボギーを打ってしまって、パー5で落としたっていうのはちょっとね、あのバーディー取ってトに、あ、トっていうかあの、9にするかなと。9アンダーにしてフィニッシュするかなと思ってたら逆に落としましたよね。はい。まあ9番ね、長いんですよ、パー5。これ585って書いてあるけど、実際は今日はあの、表示、あの、画面の表示では、Unext の表示では560って書いてありましたね。 これ放送してる時にアナウンサーも T が前に出てるか、あの、放送席には情報がないって言ってましたよ。何のために有料放送やってんのと。情報上げてよ、ちゃんと、と思ったけどね。T が今日は前に出てるので、560ヤードですと。まあそういう、でもここ9番ね、アゲンストの風だったんですよ。まあ逆風だったのでね、ちょっと気負っちゃったかなと。 ま、グリーン狙う三打目がね、も、ま、う、あ、グリーンオーバーしちゃったのでね。ここはグリーンオーバーしちゃうとちょっとアプローチ難しいから、ちょっとボギーは仕方がないかなという感じですけどね。いやー、これは今日は、あのー、ちょっと不公平感があったけども、それをもろともせずにね、スルスルスルっと抜けて優勝行くんじゃないかなという安田優香ちゃんのプレイでしたね。 ま、ちょっと高木優奈ちゃんも3週連続予選落ちのさなか、ボンと伸ばしてきたのでこれは楽しみかなと。しかも、あの、ちょっと長く、こう、バーディーが取れてないっていうホール、ま、8番から12番取れてないけれども、もうまんべんなくちゃんと取れてるでしょチャンスにつけて、ま、取れるところでちゃんと取ってると。 いう感じのプレイだった。まあ、プレイが映らなかったのでね、わかんないけども。この、ホールバイホール見てると、そんな感じがしますね。はい。ショットが調子良くなってきたのかな、という感じです。はい。まあ、安田ゆかちゃん、プラチナ世代の中ではね、アマチュアの時はナンバーワンの実績があったじゃないですか。それにも関わらず、プロに入ってからまだ勝ってないっていう。 いや、でも、ようやく来るかなっていう感じのところはありましたね。いやー、今日の風の中は、いやー、みんな落としてたのにね、素晴らしいプレイでしたね。はい。まあ、一ホール残しちゃったけどね。まあ、一ホール残して日没だったのでね、明日は、同じピンの位置のままスタートして、残りホールある人はね。で、全員が初日のこの18ホール終わった時点でカップを切り直すんです。 それで、まあ、再スタートと。再スタートというか、まあ、二日目の、あの、本来のスタートをするという感じですね。はい。ね、次見てみましょうよ。やっぱりね。あの、セクシー女優に似てる <laughs>。おかずにした方いますかね山下美和ちゃん。 <laughs> はい。メディアブル見てください。はい。まあ、ちょっとメディアブル、月額料金かかるのでね。まあ、でも、280円ですからね。はい。まあ、そのために、こう、YouTube で言えないことを言ったりとか、まあこ、あの、これからもしていきたいと思いますしね。あの、ライブなんかもしていきます。お酒飲みながら喋ったりもします。はい。まあ、あの、一緒にね、ライブなんか見てるときにコメントしてもらったり、で、 一緒にこう飲みながら喋ろうよ、みたいな感じの、あの、ことが、あの、リクエストがあればしたいですしね。ズームでね、一緒に喋りながらとかね。はい。まあ、家飲みでね、やったらいいんじゃないかなと思いますけどね。はい。吉田優里ちゃんがね、あの、まあ、10番からスタートして、いきなりボギーだったんですけど、後半、あの、後半っていうか、その、それ以降ね、バンスバックしてから4連続バーディー来たんですけども、 ユーネクストで移った時はもう苦しい場面ばっかりだったので、ちょっとあの残念でしたけどね。で、5番のパー3でね、吉田ゆりちゃんドローヒッターですけども、ここフェード打ったんだよね。おおと思いましたね。あの、解説の方も言ってましたけど、スイングなかなかアメリカから戻ってくると戻らないと言ってましたと言ってたんだけど、 やっぱりね、ちょっと最後、マーちゃんもそういうところありましたけどね、アメリカから戻ってきて調子悪くなったりっていうのはありましたけど、この時と同じような感じじゃないでしょうかね。まあ、西村ゆなちゃんとかエッティもそうでしょしばらくアメリカにいた選手がポンと帰ってきた時に、あれっていう。 あのアメリカではこれでいいんだけど、日本ではそうでもないな、みたいな。そういったこう戸惑いみたいなのはあるかもしれないですけど、それでも3アンダーで伸ばしてきたっていうのはさすがだなと思いますね。はい。それとサクちゃんだよね。サクちゃん。まあ、10番からスタートしていきなりボギー打ったんだけど、サクちゃんの場合はいきなりボギーでも全然いいんです。その方がスコア出る、あの、で、出てた気がしますと、今まで。 っていうふうに言っているぐらいですから。で、後半に入ってからの2番のパー5で2オンに成功して、10メーターぐらいあったよね。多分ね、あれ、あの、X の方でもね、Twitter の方でも、JLPGA のね、あの、ところでも言ってました。まあ、映像出てましたけどね。いやー、あれ10メーターぐらいあったと思うんだけど、あれぶち込んでのイーグルだったんですけど、その後がね、ボギー打っちゃったのがちょっともったいなかったけど。 でも5番のパー3でもね、ホールインワンかっていうショットも見せてくれたし、今日は素晴らしいプレーでしたよ。まあ2アンダー以上のプレーを見せてもらいましたね。はい。それから次行ってみましょう。はい。鶴岡カレンちゃん推しの方もいるでしょう。今日はね、白いパンツルックでしたね。まあ雨降ったからね。まああの、 俗に言う、昔の方で言うね、あの、長ズボンってやつですよね <laughs>。あの、白パンツに黄色いウェアでね。あの、菅沼奈々ちゃんがよく着るような、あの、肩の辺にこう、ひらひらがついてるやつを着てましたね。あれ、かわいいね、あのウェアはね。はい。いやー、今日、ちょっと熱鶴かカレンちゃんの映る時間が短かったけれども、まあ、ファンの方は、あの、ウェアは良かったと思うんじゃないかなと。 思いますけどね。まあ、三ヶ島かなちゃんもね、まあ右側にいますけど、同じ1アンダーですけどね。三ヶ島かなちゃん、また左膝にテーピング貼ってるんだよね。まあ、本来の調子だったらもうちょっと順位が、順位がっていうかね、メルセデスランクは上位に来てもおかしくない選手なのになっていうのは確かにあったんだけど、あ、やっぱりかと。またこう再発しちゃったんじゃないかなっていうのはありますよね。 昨日、今日は、あのー、鶴岡カレンちゃんと違って、三ヶ島かなちゃんは、白のショートパンツでしたね。ショートパンツを履いて、その上からカッパ着てプレイするっていう感じだったのかな。雨が上がったからショートパンツのままになって。まあ上はね、まあ鶴岡カレンちゃん同様、なんか黄色いウェア着てましたけどね。はい。まああの黄色のウェアいいね。あのー、 二人とも、あの、似合ってましたね。あと、大関亜美ュちゃんも、あの、安田優香ちゃんとね、同じ組でしたから、まあ、最後の、あの、18番ホールだけ、プレイできずに、あの、日没という感じでしたね。16番なんかね、ピンに直撃してね、それからね、ピンから遠くなっちゃうっていうね、まあ、アンラッキーもあったんだけど、それでもね、あの、なんとか、あの、 もう大きな、あのー、アクシデントにならず、なんとかパーで切り抜けたんですよ。まあこういったところはなんとか良かったかなと思いますけどね。はい。ガシアバラアスカ選手なんかね、1番で、あのー、パー4、ショットインイーグル見せましたけどね、映像にはなかったけどね。はい。映像にはなかったけど、あのー、ね、あの、ホールバイホール見ればね、あったの。 まああの多分ショットイーインーグルだったと思いますよ、ね、はい。それからその次ですね。まあ、吉田、あ、吉田さ、ね、ん吉本ここねちゃん、まあ映像にはなかったけどね。なんとか菅沼奈々ちゃんと同じ組にと思うんだけどね。どうなるか。あと、青木セリニャンもね、今日さ、さっき言ったように9番は560ヤードあったんですけどね。3打目も、なんか、 ウッド系、ウッドなのか言っていてるかわかんないけど、長いクラブ3打目打ってたんですよ。木の間を抜いてね、おお、木の間抜いたと思って、グリーン近くまで寄せて、ああ、3打でも乗らないやと。と思ったら、それ4打目だったんですよね。は <laughs> い。なんかアクシデントがあったと思うんですけど。これ長いよね。560ヤードってアーキセレニャンのドライバー220だとしたら、220で、 セカンド200ヤード打ったとしても140残るもんね。3打目まともに打って。それで今日アゲンストだったから、それは厳しいよね。ここはちょっと飛距離出ない人はもう、あの、パーでしょうがないっていう感じじゃないですかね。わかんないけどね。あと、アナイララ選手。今日はこれ言いたかった。絶対に。何番ホールだったか忘れたけど、打つときくしゃみした親父がいてね。それもでかいくしゃみ。 あの、ヘクションじゃないの。えー,ーみたいな。おい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 、ちょっと打つ瞬間、パッと打つ瞬間だよ。ちょっと、なんとか、口閉じて鼻つまんでさ、もう、音が出ないようにできなかったのおっさんって、ちょっと思っちゃったけどね。まあ、手で口を覆うでもなく、まあ、 ねえ、自然現象だから生理現象だからしょうがないだろうってね、言いそうだけど、まあ、明らかにおっさんのくしゃみだったからね。おい、頼むよ、と。まあ、穴井ララ選手、それで外したんだけどね。パッと外したんでかわいそうだな、と。いや、でもね、あの、パチンとこう、インパクトしたすぐ後だったから、いや、でもね、ちょっと勘弁してほしいよね、あのくしゃみはね。でかい。まあ、その後もなんか、 その親父だ、なのかわかんないけど、くしゃみしてる親父がいたんだよね。あ、勘弁してよ、と <laughs> 思いましたけどね。はい。まあ、それから、ゆうてぃんちゃんも、なかなか伸ばせずでしたけどね。あの、120人出てるから60位タイまでだからね、まだセーフなんだけどね。明日なんとか予選通過してほしいですね。まあ、予選通過じゃなくて上位に来てほしいかなと。 吉沢ゆずきちゃんもね、そろそろ予選通過しないとね、はい。鶴瀬かげつちゃんも、今日、あもう今年はね、まあ QT 出なかったから、去年末のね。まあ、順位よく終われば、後半戦出れるかもしれないしね。上位に食い込んで、一試合で、なんとか上位に食い込んで、後半戦出場できるようにっていう感じでしょうかね。 ヨゴユイナちゃん可愛いっていうコメント前ありましたね <laughs>。ヨゴユイナちゃん可愛いよね。まあまあ可愛いですよ。はい。確かにね。はい。それから次行きましょう。はい。まあ、リーハナちゃんちょっとね、予選落ち続いてるからどうかなと。あとね、先ほど言った吉本コ,コネちゃんにそっくりな菅沼奈々ちゃん。まあ、 いつも逆なんだよね。菅沼奈々ちゃんが上で、吉本コ,コネちゃん頑張れば菅沼奈々ちゃんと同じ組になれるのになっていう感じだったんだけど、今日は、今日は菅沼奈々ちゃんの方がしたということでしたね。それとね、ちょっと桜井コ,コナちゃんが元気ないのがちょっと気になるね。ほんと、どうしちゃったのかねという感じのところはありますけどもね。 金沢しなちゃんもなかなか、まあ、上位に来てもらえなくて残念ですけどね。まあ、金沢しなちゃん、あのバーディーポーズをいつか取ってくれること、ね、願っております。それと、吉羽ルミルミが、今日やっぱ穴イララ選手と一緒だったからね、まあ飛距離、負けてないホールあったよね、やっぱりね。穴イララ選手よりも、あのー、飛距離が出てるホールもあったし、短いパー4ではね、もうグリーンのすぐ近くまで、 あの、もう280ヤードぐらい飛んでたんじゃないかな、あれ。多分。アナイラル選手よりも後に、ね、セカンドショットを打つと。でもアプローチ寄らなかったんだよね。アプローチ惜しかったんだけど、もうショットイン、まあ、あの、チップインイーグルかなという惜しいアプローチだったんだけど、その後がね、1メーターちょっとのバーディーパット外しちゃって、あれはもったいなかったなと。ね、飛距離出てもあれ入れないとね、 はい。まあ、そういうのが噛み合った時には、飛距離出る選手。原エリカちゃんも含めね。はい。飛距離出る選手はもう無双状態になって、うわ、手がつけられねえっていう感じになってくると思うので、また、2勝目ね。吉原みるみもそうなんだよ。まだ2勝目ないんだよね。ね。そういう選手結構いるんでね。2勝目まだかという感じですけどもね。久しぶりの優勝が見たいですね。はい。あと、原エリカちゃんね。 今日はね、あの、菊池エリカ姫とダブルエリカでしたけどね、同じ組でしたけど。原エリカちゃんね、今日ね、胸の膨らみがいつもより大きかったね。本 <laughs> 当、あの、いつもとちょっと違う。やっぱりあれ、あの、女性が見てたら教えてほしい。あの、やっぱり男性ではわからないのがあるのでね。あの、 ブラーの違いですかあの、ウェアの上からね、あの、胸の膨らみがちょっとこう変わって見えるっていうのは、あれブラの違いですかねなんかあの、まあ、私がね、あの、学生時代付き合ってた、あの、彼女がすごい胸の大きい子だったんですよね <laughs>。で、まあ、あの、やっぱりね、形が崩れてしまうから。あの、ワイヤー付きのこう、ちゃんとした、 ちょっと値段高いけどそういうブラをつけてるとかっていう話を一回聞いたことがあるんですけどね、はい、まあそういうなんかブラの,あの違いで大きく見えたりちっちゃく見えたりっていうのがあるのかなと、まあ、女性の方知ってる方がねいたらね是非コメントあのお願いしたいなと思いますねはいまあ全然ゴルフ関係ないけどね男性の方で気になる方もいるでしょう なんかね、試合によって胸の大きさが違うんだよね。まあ、あの、ホールアウトするときとかね、次のホール行くとき、横、あの、横向きでカメラが捉えた時の胸の膨らみが全然今日は違ったなと。ね。まあ、あの、どういうことかは、ね、女性の方の方が知ってるでしょう。はい。それから次ですね。まあ、先ほど言った、あの、菊池恵理香姫がね、 ちょっと出遅れてしまって。あの、途中でね、まあ、ダブを打った時があったんですよ。その、まあ、16番のパー5でね、ダブを打ってしまったんですけども、その時ね、もうもうってね、あの、自弾で踏んでましたね。もう初めて見た。もう本当にグリーン上でね、 もうっていうね。自 <laughs> 弾踏んでたのが、まあちょっと可愛らしかったけど、本人は怒ってるんだけどね。めちゃくちゃ怒ってるんだけど、なんでこんな短いパッと外してダブ打っちゃったんだろうってね。もう、本人は怒ってるんだけどね。あの、見てるこっち側からするとね、ちょっとなん,なんとなく可愛らしくてね、それがね。はい。それが可愛らしく見えましたけどね。それと、やっぱりね、吉田凛ちゃんですね。ちょっと出遅れたから、明日は伸ばさないと。 ダメですね。明日は伸ばさないといけないですよ、これは。<laughs> ね、姉妹で優勝争いなんていうことを言ってたにもかかわらず、これじゃあちょっと優勝争いは遠い。明日もビッグスコア出してもらわないとね。はい。もうここら辺まだね、伸ばしきれてない選手いますけども、やっぱりスコア出ないですよ、あの恐怖の中じゃね。結構な、まあ風がね、うん まあ、横峯桜選手なんか、まあ、13番しかまだ終わってないんですよ。そういった選手も結構いるのでね。はい。まだまだ、あの、残りホールがたくさんあってね。ちょっと明日は18ホールプラス残りのホールだから、ちょっと大変ではあるんだけどね。頑張ってほしいなと思いますね。はい。それと最後になります。はい。ちょっと藤田紗友希選手が8番ホールを終えたところで危険をしてしまって、 どっかを痛めたのか、なんかかなと思いますから、ちょっと心配ですね。それと、今日結構映ってた、あの、先ほど言ったね、あの、ダブルエリカのところと同じ組になっている、薄い玲香ちゃん、レイチェルが、ちょっと伸ばしきれなかったんですよ。まあ、川崎春香ちゃんもファイブオーバーなんだよね。で、今日薄い玲香ちゃん見てて、 あの、薄い麗華ちゃんって、こう、特徴的なのがパッドですよ。パッドね。まあ、ファンの方ならよく知ってると思うんですけど、あの、アドレス、パッドの時のアドレス、もうほとんど気をつけ状態ですよ。あの、まあ、肩幅ぐらいに開く選手多いじゃないですか。まあ、小拓金みたいなね、もうガバーっと足開く人もいるけど、まあ、大体肩幅ぐらいの選手が多い、多いじゃないですか。だけど、すい麗華ちゃん、 本当にもう気をつけ状態ですよね。ほとんどこう、あんまり開かない感じでパッドを打つ。今日さ、8番ホールでね、15ヤード以上あったんじゃないかな、あれ。結構長いパッド。でもね、あれほとんどもう気をつけみたいな、もうアドレスの時にね、あの、足の左右の幅がほとんどない状態で打つって。あれでよく、もうすごいナイスタッチでパー拾ったんですけども、 あれでよく距離感出せるなと思ってね。だいたい遠い時って、あの、まあ、スタンスで、ちょっとこう、あの、何て言うの距離を測るみたいな、距離感をね、あの、ちょっと測るみたいなところがアマチュアの人多いけどね、振り幅で決めたりとか。まあ、普段あんまりこう練習してない人は振り幅で決める方がいいですけどね。いやよくあのスタンスで。 あの、距離感。まあ、15ヤードとかね。あの、そんな、15ヤードではないか。15メーターぐらいか。ね。あの、なんか日本人って、あの、ヤードを使うくせに、グリーン上ではメートル使うよね。<laughs> 海外ではフィートを使うけど。まあ、いいんですけど、それは。まあ、そういうのがちょっとね。明日も、明日はちょっと映らないかな。 まあ決勝ラウンドに入れたら進めたらちょっとねそういったところまあ今回限らず今後も見ていただきたいところかなと思いますねはいまあ明日ちょっとね残りホールある人たちもいるのでこの順位がかなり変動してまあ初日の結果としてはこの順位が決まると思うんですけど続けてね6時半スタートです 6時半スタートで残りホールある人はスタートして、で、その後ろから2日目のあの一番最初の組がスタートするっていう。まあカップ切り直してね。カップ切り直して、まあ今日のカップの位置からもう変えなきゃいけないからということでね。急いでね。まあ、スタッフの方たちも、あのグリーンキーパーの方たちも大変ですけどね。頑張って、あの、やって、あの、くださるということでね。まあちょっとそういったところも 明日はサスペンドにならないで、ちゃんと全員がホールアウトして、まあ、予選カットがあるのでね、それは全部決まってっていうふうにしてほしいかなと思いますね。はい、それではいつも通り、まあ、コメントも読ませさせていただきたいと思いますね。はい、いや安川さんかな、えー。西郷選手、ウェイティング1番。 現地で待機ですまあ,あのアメリカの国旗が立ってるとこで練習してる姿がね SNS であのちゃんとアップされてましたけどね、はいまあ、JB 早く帰ってきて <laughs> まあそれはいいでしょまあねそれはまあまああの渋、ー、子ちゃんはこれからですからね、はい、マイクさんと古江ちゃんのコンビは最高、えー、グレックと畑岡さんもゆ,ゆなちゃんと タトツー兄さん。タトツー兄さんって何タトゥーのことあのタトゥーだらけの人 <laughs> も、この頃息が合ってきてます。ニコニコとね。はい、まあ、笑顔で買いタッチする姿なんかはね。はい、まあ、ゆなちゃんにメロメロなんじゃないあのタトゥーだらけのお兄さんね。<laughs> 体ちっちゃくてね。はい。それから、えー、これは、タカボさんでいいのかな えー、渋野は、えー、日本で活躍してその実績をもとに海外に出向き活躍する姿が一番かなと思っています。え活躍してないの日本で6勝もしているのに。あの渋子ちゃんの何を見て言ってるんだろうど,どれぐらい活躍したら活躍っていうの ?6 勝してる選手にどれだけ勝てっていうの <laughs> ど,どうなんでしょうかね はいあのい今,今しい某選手の余計なアドバイスにこれ石川遼んのこと言ってるこれ石川遼んのこと言ってるでしょうあ高坊さんねあのー、メディアにこううまくあのー、載せられてるね <laughs> 渋子ちゃんは石川遼選手にもアドバイスを聞いたりとかねいろいろこう相談したりとかしてるんだけど他のプロの方たちにも相談してるんですよいろいろアドバイスもらってるんですよ いろんな方たちの意見をもらいながらあのスイング改造をしようと試みていたんだけれどもメディアの方ではやっぱり石川遼っていう名前がねやっぱりゴルフ知らない方も知ってる名前だからやっぱりメディアの方は雑誌だとかそういうメディアがこうたくさん見るっていうので石川遼くんだけ切り取られたんですよ。<laughs> な,なので石川遼くんが 変なアドバイスする,するから、アメリカで自分が活躍してないのに、自分が活躍してないのにもかかわらず、渋子にアドバイス余計なことするから、渋子が、ちょっと、ね、スイング迷ってると、もう、あいつのせいだという感じの、こう、でっち上げた、ちょっとこうね、あの雑誌を売るためとかね、あのメディアで、こう、たくさん視聴数を稼ぐとか、まあ、そういったことで、 あの載せられたのを鵜呑みにしてます高坊さん、はい、もうちょっとこういろんな情報をあの取り入れてみてください。あそうじゃないんだっていうのが分かります、はい。渋子ちゃんははっきり言ってますからね。そのうちの一人が石川亮君だったと。だけど石川亮君と不倫してるとかね。まあそういったこうでっち上げでも雑誌が売れればいいんですよあのメディアはね。なので まあ嘘を書いてるんですけどね。それでもいいんですよ、別に。訴えられてもね。あの、裁判とかしてね。なんとかもう、本さえ売れれば、雑誌さえ売れればいいっていう、そういうのがね、あるので。火のないところに、火のないところには煙は立たないというのは、まあ、昔の人たちがよく言う言葉ですけどね。はい、今の雑誌、あの週刊誌なんか特にね。はい まあ、嘘ばっかり書いてるって芸能人がみんな言うじゃないですか。はい、まあ、何これっていうね。そういうのはあるんで、まあ、それを信用してるんだなと、これを、このコメントを見てね、思いましたね。とうとう自分を見失ったっていうね、見失ったら優勝争いしませんよ。あの調子が悪いって言った時に前衛で最終日、最終組になってんですよ。はい。それが、 あの哀れな姿はって、え、なんであれがあ哀れな姿なんですかしぶこちゃんのプレイって全く見てないでしょう高坊さん。どうですか見てますかね <laughs> どうだろうねこれね、ちゃんとワウワウとかでね、映像を見ている人だったらすぐわかるんですよ。あ,あ、ここいいねと。 ちょっとここはまだあのちょっと調整できてない部分はあるけれどもあこういうところ良くなってるねとまあちょっと調子悪かった時期からすればかなりね良くなってるよねっていうのがスイング見ればすぐわかるはずなんですよだけど見てないでしょ結果しかねえだからあの子が輝く姿はやはり日本なんですよとなんで <laughs> 本人が行きたいとやっぱり自分の実力を世界で試したいと言って一旦全英勝ったけれどもあのアメリカツアーの,あの参戦できる権利がありながらもそれを決ってで日本で下積みしてまだまだ私はあのアメリカで1年戦って結果を出すようなあの技術はまだないと。 いうことで、もう少し日本で頑張ろうっていうことで、日本で頑張って、2年頑張って、で、1年、まあ、あの、前衛勝ってから、その翌年の1年、ちょっと、あの、低迷したけども、その翌年のね、21年に2勝して、それで旧シリーズ受けて、それでアメリカツアー行ったんですよ。はい。日本で実績をもとに海外に行ったのに、その実績を、あの、無視してね、 もっと日本で活躍してその実績をもとに海外に出向く活躍する姿があって渋子ちゃんの何を今まで見てきたんだろうと思います率直な意見ですねはいまあ否定はしませんよそういうふうに思ってるんだなやっぱり渋子ちゃんをファンと言いつつもあんまり見てないんだなああやっぱりそういう人多いんだな っっててていいいうのがが分かかとともありがたいコメントかなと思いますやっぱりね、はい、あやっぱりみんな知らないんだなっていうのがねだから同じこと何回も何回も言ってもあ初めて見る人でこういうしぶ子ちゃんの前のことねあの前衛からあのアメリカ行くまでのこととか全然知らない人いっぱいいるなってそれで好き勝手なこと言ってる人いっぱいいるんだなっていうのが分かりましたねこれではい。 あ、ヒロンさん、反発、あの反論してくださってます。ヒロンさん、いいですね。ヒロンさん、いいぞ。<laughs> 哀れな姿とはしぶこに非常に失礼です。本当そうだよね。はい良い時も悪い時もしっかり見守,るのが見守るのがファンのあるべき姿。そのファンに対しても失礼と。まあ、おっしゃる通りですね。それと、ももさん、安心してください。自分見失ってませんよ。ね。はい。 まあ渋子ちゃん本当の渋子ちゃんにわかファンじゃなくて、ね、本当に渋子ちゃんのファンの方あの調子悪い時も一生懸命応援しようとしている方なんかはよくわかってると思いますこの人分かってないんだなっていうのがよく分かったんじゃないかなと思いますよねあの高坊さん以外の方でもねそういった方すごく多いんじゃないかなと思います、はい、いややっぱワウワウまで入ってみる人って多分少ないと思うよ だから日本に帰ってこいって言ってるのは日本だと地上波に映るでしょタダで見れるからそういったところに帰ってこいってねで日本だったら家から近ければあのゴルフ場見に行ってあの直接見たいということもできるじゃないですかそれで帰ってこい帰ってこいっていう人もあのいるかなというのもありますよね確かにね。 アメリカじゃちょっと遠いけど、日本だったらちょっとね、近いとこだったら見に行くよっていう、そういったファンの方もいるかなと。なので、日本に帰ってこいと、ね、いう方がいるかなと思います。それから、ヒロンさんもう一つ、えー。渋子が日本での調整を望むとは到底思えない。メリットもわからないですね。日本に帰ってくるとしたら、アメリカ撤退の時と思っています。そうですね。アメリカ撤退か、 結婚して子供を産む時か <laughs> ちょっとしぶ子ちゃんないかなあのねあの家庭に入るっていう姿はあまり見えないですよね <laughs> なんかねちょっとねあの家庭に入るっていう感じではないかなっていう感じしますよね逆だと思いますしぶ子ちゃん前言ってたもんね結婚相手にあのするには、うん、私が上に立てるような人がいいと <laughs> なのでこう、あのー、昔の言葉で言うともう髪結いの亭主みたいなねしぶこちゃんの言うことを優しく聞いて見守って,守ってくれるようなしぶこちゃんの活躍をね結婚してからも支えてくれるようなそういったあの男性の方が合ってるかなとまあ料理とかも作ってくれるような人がいいんじゃないですかね。 料理あんまりしないって言ってるからね。ねえ、も、ま、う、あ、マネジャーのミミさんが全部やってくれるから、まあ、手伝うよとか言って手伝いはするらしいですけどね、そんなに得意ではなさそうだもんね。はい。まあ、いいんじゃないかな。はい。そういった人が現れて、結婚するとしても競技が続けるんじゃないかなっていうので、やっぱり私もね、アメリカ撤退の時っていうのは、怪我で帰ってくる時とかね。日本,日本にもう、 ね、アメリカは諦めますとねっ本雄閣下みたいにこうちょっと日本に戻ってきますっていう時にはまあけでちょ,ちょっとできないとねしばらくあの怪我を治さないと駄目だという時とかもうそろそろ引退かなっていう時かなと思いますね、はい、まあ,あの結婚して子供ができたとかなら産休でね あのアメリカでシード持ったまま3級に入ればまた復帰できるからシード選手として復帰できるからなのでそういうあのシード選手としている時に結婚して子供を産んだりっていう時になれば帰ってくるかなと思いますけどね、はい、それ以外はヒロンさんおっしゃる通り撤退の時が一番しっくりくるかなと思いますね。はい まあそれに日本に帰るのを考えるほど渋子ボロボロかなアメリカでの復活しか考えられないそれにしても畑岡と古江のペアリングの相手はすごいですねす,すごいよねまあみずほだからってのもあるけどねやっぱり日本の企業ですからみずほだからそういうねペアリングっていうのも、ね、主催者の意向でね、えー、やってくれたのかなと思いますけどね CM ランキングがそうなってるかでしょうけどなんか誇らしいね 確かにあります、ね、はいそれからチャさんタカチャンさんですが、えー、すいませんタカチャンさんですね、えー、今年の CME ポイントでアジアシリーズは決まるので志村、えー、選手は厳しそうですよアジアシリーズは厳しいけどあの私が言いたいのはそうじゃないですよ、はい、まあ現在132位とまあ確かにそうなんですけどもポンと1試合あのまあ 昨日も言いましたけどね、あのメジャー大会で、ね、上位にポンと入っちゃえば、ボンとランキング上がるのでね、<laughs> はい、なのであの、あんま関係ないですよ、アジアシリーズなんてちまちましたこと言ってないんでね、あのポイントの少ない、ポイントの少ないって言っちゃあれですけどね、あの世界ランクのポイントが少ない。 まあそれは CME ポイントとはまた別の話ですけどね CME ポイントはもう一律で同じですけどもまあそういったところに出る出ないじゃなくて多分ぶ子ちゃんの場合って何かメジャーでやってくれそうな気がするんでねそのメジャーでボンと上に行って一発で決まっちゃうみたいなシードはい決まりみたいな感じでね、あのー、やってくれそうな予感がするんですよね はい、まあ、とうとうは余裕でしょう。だってみんな出ないんだもん、欧米の方たちは。ねえ。まあ、アジア圏の方たちとかね。まあ、あのローズちゃんなんかも来ましたよね。ローズちゃんね、あのダイソー大好きだって言ってましたね。<laughs> はい。ダイソー、あの100円ショップ大好きって言ってましたね。<laughs> はいまあ、ねえ。 学生ですからねまだねまあ吉田ゆりちゃんも一応が学生ではあるけどね <laughs> はいまあ在学中ではあるけどもねまあちょっと違うでしょあの意味合いがねまあちょっとねあのアスリートとしてのこうあの施設が整ってたりするところだから吉田ゆりちゃんとかね萌音ちゃんとか言ってるあそこはねまあそういうのとはちょっと違って本当に勉強してるんだよねロ,ローズちゃんって。 だから課題をゴルフ場に持ってきてプラーマ戦とかでねあのプレーした後課題をね大学の課題とかをねちゃんとね勉強している,いるそうですよ本当にねもうちゃんとあの勉強して卒業しようとしてるあの大学生なんでまあその点はまあそうね尊敬に値するかなと思いますけどね実力もさることながらねオリンピックも ね、浮上してきたでしょアメリカのね選手としてオリンピックも出るかもよ、ね、はいそれから弘光、えー、さんうさん今回も本当にお疲れ様です渋子プロですがレギュラーツアーの前初戦のアマ,、えー、アマープロラウンドで全ホールバーディーで終えたことがふっと頭に浮かんだのですが確かにそんなことはあ,ありましたねそうでしたっけ忘れましたすいませんやっぱりメンタルですね メンタルですね。ゴルフはメンタルですよ。スイング改造中とはいえ、時折見せる素晴らしいラウンドを見せられると、他の選手とはるかに違う注目度、期待感から来る重圧にむ、えー、コントロールを、えー、失うのではと思うのですが、ムコの優れた性格が現状かもねと。はい。まあ、これからですよ。はい。見ててください。多分ね、ポンとね、なんかわかんないけど、ポンとね、 すごいあのラウンドがあったりっていうのが出てきてあらあらこれもしかして優勝みたいなの,あのラウンドラウンドもあの出てくることがあるかもしれないですよねこれからねはいまあ4日間続けてっていうのはねちょっとあの今の段階では難しいかもしれないけどね本人もなんか自信なさそうなコメントしてるしねだけどそれでもなんか やっっててくれれちゃいいそそううな予感がすするっていうのはあ,るありますよね、はい、それから Y コガさんあベーツアーではある程度月も含めある程度ゾーンに入らないと優勝争いをするのは難しいですね。今の調子ならパッティングさえ入れば日本人で一番優勝に近いのは畑岡選手ですね。古江選手の調子が戻れば十分可能性があるし飛距離が出る笹生選手もショットが曲がらなければ止まるグリーンなら可能性あると思います。 西ムの選手もロケットスタートする可能性を期待しながら応援したいと思いますね。はい。今晩からですからね、頑張りましょう。それから、えた、ー、頭はルパンでしたさ。ん。お疲れです。えー、また、ハラハラドキドキの夜がやってきました。ライブで見ると心臓に悪いから。<laughs> 結果を見てよかったら見逃し配信で見ることにしようかな。ああ、まあ、ちょっと心臓弱い方はね <laughs>、その方がいいかもしれない。はい。 まあちょっとねドキドキ感を味わいたい人はライブで見た方がいいですねまあでもね夜中だからねちょっとね大変なので、はい、後から見逃し配信の方があの体にはいいかなと思いますけどねエッティ・ナッサー・ユウカは他っておいても予選落ちするようなことはないだろうけど渋子ちゃん勝みなモネ・ユナ、ね、ちゃんはたちは、えー、最近のゴルフを見てるとちょっと心配かな頑張ってほしいけどなとはい まあでもね、頑張ってくれると思いますよ。はい、それからイチローさんですね。りょうさん、ダービーのお話ありがとうございます。ゴルフに関係なくて申し訳ないですが、ぜひダービーだけでいい,のい,いですので、よろしくです。<laughs> まあ、あんまり詳しくないのでね、競馬は。だけど、やってみますよ、時間ね、あるときにね。ダービーがいつあるかもしれませんけどね。まあ、近いんでしょ、どうせ。ね。 頑張りますよ。えー、この次は、えー、BS のコメントをさ、あ、ブリジストンのことかな。うん、させていただきますとね。ぜひ、ブリジストンのことをお願いします。はい。えっ、ー、と、ヒロさん。荒井よりちゃんですか群馬の星。これ、あ、あれか。オートレースのことあ私、最近の若い子は知りません。あのー、ね、リサマのことですね。私は。リサマって、あれでしょう。ちょっとね、 なんだっけあ佐久間朱里ちゃんっぽいでしょうあのめめ目つきとかがね,ね <laughs> まあちょっとねまあご結婚されましたけどね肩のりさちゃんですよねはいりさまです、はい、えっ、ー、とそれから、えー、これはあこれが最後かそんなに多くなかったなへざ曲がりさんですね <laughs> はいはいまあちっちゃいからねこれわかんないんだよね えっと渋野選手がプレーしたい相手に松山を挙げましたが私はこれにあぜん渋野選手の前衛優勝時のスピーチと松山選手のマスターズ優勝時のスピーチを比較します、えー、渋野雛子はカタカナ英語でたどたどたどしいけど本人は一生懸命英語でスピーチ片や、えー、松山は日本語で通訳使ってしかも大事な関係者への感謝の言葉を忘れて 通訳に指摘されて慌ててつけ足す思わず笑いましたよその後渋志村選手は世界の人気者に松山はっきり言って何なんでしょう何なんでしょうって何なんでしょうね志村さんもっと自分を評価しなさいあ,あなたは松山を超えています超えてません私は渋子ちゃん大好きですけどいや松山英樹は超えてませんあのマスターズ勝った松山英樹を 全英一回勝ったぐらいじゃ超えてないと思いますあ。あの、女子のね、メジャーとね、男子のメジャー全然違いますからね。あのレジェンド、ね、トミーが生放送中泣きますアナウンサーもさ、なんか沈黙だったでしょボロボロ泣いてたよね。もう夢ですから、男子プロのマスターズは。 あれで優勝するっていうことは、ね、であの普段英語で喋りますからね松山君あの普通の会話は。英語で喋れますから、まあ、あのあのタイガーとかともうタイガーも言ってるけどね普段はまあ普通にまあ英語喋ってるよってタイガーも言ってたしね英語で喋れますよ普段はね日常会話程度なら。だけど、まあ、あの大事なスピーチの時はね日本語であの やった方がいいだろうっていうのでね。で、そのマスターズ勝った翌年ね、あの、松山くんが、あの、ディナーを振る舞うね、あの、チャンピオンズディナーってあるじゃないですか。もう絶賛だったでしょ。日本食でね、振る舞って。タイガーの時はハンバーガーだったけどさ。<laughs> はい。まあ、松山くんの、まあ、そこでも英語でスピーチしたそうですよ。ね、言ってたじゃないですか。いや、松山くんは超えられないでしょ、まだ。 ねえあのメジャーに2つ勝ったらどうかなっていう感じのところはあるけどやっぱり男子との、ね、差が大きいんだよね女子の場合はね。はい、ちょっとねいや松山君は大好きですよしぶ子ちゃんしぶ子ちゃん大好きなんだけど、まあ、松山君大好きかっていうと、ね、やっぱりあんまり男子見ないからね。<laughs> ねまあ 海外勢の中では松山君応援しますけどね、そこまで毎回見るほどのあのね、ファンではないんだけど、でもさすがに松山君を超えてるとは言えないな。しぼこちゃんの大ファンではありますけどね、さすがにそれは言えない。ま、これだけしぼこちゃんのことね、話すと止まらない私であっても、松山君を超えるとはちょっと口が裂けてもまだ言えないかなと思いますね。はい。 まあ人気の面ではね、しぶこちゃんすごく人気ではありますけどね、はい、まあ,あの、人それぞれ思うところがあると思いますけどね、はい、松山くんファンの方にはちょっとそれは申し訳なくて言えないのでね、あの松山くんを超えてるとは、私はちょっと大きな声では言えないと思いますね。はい、このチャンネルでは、こうしたプロの試合の解説の他にもね、いろいろな動画をアップしています。 このチャンネルのアイコン、侍が100を切っているアイコンがありますけど、このアイコンをクリックすると、本の見出しみたいにね、いろんなテーマの動画をまとめてありますので、試合の解説以外には、他にも、まあ、100切りを目指す方の参考になるレッスン動画などを実際に自分で試した動画とかね、話のネタになる豆知識とかね、ランキングとか、まあ、他のツアーなんかもやってますのでね、解説。そういったのもありますので、よかったら見ていってください。 まあ時間ないから後で見るよっていう方はねとりあえずチャンネル登録だけしておいて後で見ていただければと思いますのでねチャンネル登録っていう下のボタンをねクリックしておいてくださいではまた「